ちは、マクガフィン編集部の黒木と申します。本日はこちら原宿アンノーズさんでマクガフィンが主催するイベントが行われているので、こちらの様子をお届けしていきます。ではこちらどうぞ。こちらポスターの方になっておりまして、出展されるブランドさんであったりとかショップさんとかのロゴとか写真とかが貼られていて、すごい凝った感じのポスターになっていて、すごいいい感じです。すごい古民家風のスペースになっていて、すごい実家の雰囲気というか、おばあちゃん家とか思い出しますね。こちらナイキのスウェットとか田原さんの私物っていう感じで、じゃあちょっと田原さんのお話伺います。今日は一応フリーでカットやってるのと、僕の小物とか、さっきのナイキのやつとか、私服のやつを今フリーマーケットで売ってる感じですね。基本的にでも本当にほぼ被ってたやつとか結構裏にすごい眠ってたんで掘り出してきました。これでも結構珍しいですからね。タイプビーストさんがやってたタイプフェイスっていう海外のやつ、これでもナイキですね。ナイキゴール、かっこいいですね。結構可愛いんですけど、ね、クラッシャーハットっぽく被れる感じ、似合いそうですけど。かぶってもいいですか？全然いいですよ。どう被るのか結構深めにいっちゃったんですか？いい。こちらケボテさんですね。こんにちは。お願いします。ケボテ店長のバンバと申します。お願いします。ケボテ蔵前店の谷口といいます。お願いします。グローブとかベースボールシャツとかバットとか野球に関するグッズメインで、一押しはやっぱグローブですかね。あの各ポジションのグローブ揃えてきてるんで、オレンジとブルーで、まあ、ケボズっぽい感じでやらせてもらってるんで。これってちっちゃいバットってことですか？ミニバットです、これは飾ったりするようなの？そうですね、家飾ってもらって、あの遊びたい場合はこっちでしっかり飛ぶんで、はいはい。こちらはベースボールシャツっていう感じですか？そうですね、ケボズで出してるベースボールシャツですね。結構サイズもゆったりしてるんで、春夏から秋冬まで着いただけるんで、スウェットとかパーカーとかの上からでも、そうですね、中に全然着れるようになってます。はい、ケンフォードファインシューズという、ローファーのブランドの担当者の新山と申します。よろしくお願いします。6月にオンライン限定で発売を開始いたしました、ケンフォードファインシューズというブランドのローファーになります。今回はイベントに合わせて、サンプル品ですね、そちらを普段もお安くご提供させていただくのと、あとは一部定価で販売している商品と、あとはグッズも持ってきていると思います。一押しはこちらです。6月にあの発売を開始いたしまして、速乾をしたモデルでして、特別にあのサンプル品が1足だけ残っておりますので、今日やってきてます。めちゃめちゃレアなやつです。はい、レアです。靴下ですね、全部で4色展開で日本製で作った靴下になります。あちらにあの T シャツが、まずこのローファーの T シャツです。こちらはあの80年代に発売されたローファーをもう大胆にこうプリントしたローファーの T シャツになっていまして、オンスもあの 9.1 オンス存在感のあるボディを使っているので、まあ、ローファーを履いて、まあ、これを着てほしいという商品になります、まあ、こういったものも合わせて販売しながら、ローファーの新しいスタイリングというものを提案していきたいブランドになっております。グリューの永山亮と申します。本日は石川県からわざわざありがとうございます。いえ、どうもです。ありがとうございます。グリム&クラウンというファーストのカプセルコレクションになるんですけど、そちらの商品をメインに今回は販売させていただいております。こちらの帽子のポップアップになったんですけど、はい、今回のポップアップ限定で用意をさせていただいたんですけど、まあ、ニューエラと私たちの別注のキャップになります。1951年にヤンキースがあのワールドチャンピオンになった時のロゴを使っているもので、今回私たちの方では初めての5950というシルエットで販売しています。こちらはポップアップ限定とさせていただいていますので。こんにちは、陶芸家の足立真理です。よろしくお願いします。いつも出してるのは得意糖チョコなんですけど、新作でアイスをテーマにかき氷とか入れたりとか、うん、冷たいものにいいかなと思って出してます。これは1号と1って書いてあって、で2号は2って書いてあって、3号3号
書いてあって、こう酔っ払っても量が分かるようにそんなテーマです。このお皿とかもすごく可愛いですね。 ありがとうございます。これはもう祭りをテーマに、外国の方でも分かるようにこうシャルビーダンスとかで字を見てもらって、この祭りっていう字も覚えてもらいたいなっていう、そういうコンセプトがあります。こんにちは。こんにちは。普段 DDD ブランドというかチームで活動している中村と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。DDD× マーケストラでちょっと作成させてもらったこの T シャツと、あと、まあ、実はこのウォールフックとかもちょっと DDD で作成しているもので、でこっちの真ん中が I'll be back っていうちょっとバッグのブランドというか、まあ、が出してるちょっとバッグになっていて、一番奥がテープとレーベルとブランドみたいなもので、ちょっとアメリカっぽいもの、まあ、アメリカものを今こう着るんだったらこうだよねをちょっと提案しているちょっとブランドになります。一押しはちょっと僕が着てるこの T シャツで、女性がこういう球種だったらカールで、この男性がちょっとパームっていうちょっと変化球の握りをしているこうフォト T にはなってるんですけど、実はこうバックプリントでちょっとその変化球の説明みたいなものを入れて、こう変化球バイブルをちょっと連想させるようなこれが T シャツになって、これが一番一押しです。すごいかっこいいですね。こんにちは。アーティストの世界の人です。ちょっとラフな感じのピンクをメインに活動してます。今日はこの2枚とこれの1枚とこっちの細長いチャレンジ的な感じで作った蝶々のピーちゃんのロウソクを出展してます。私はこういうドローイングを普段はコンセプトをしっかり決めて作品を作ってるんですけど、今回はちょっとドローイングに近いようなラフなノリの作品を作ろうと思ってこういうテイストに仕上げました。サックスソックスのディレクターやってる高尾翔です。ソックスがメインであるんですけど、まあ、他にも、まあ、バケハだったりキャップだったりオリジナルでボディから作って、あとラグもあります。うちのキャラクターのユニサスですけど、一つずつ全部意味があったりとかこだわったり、まあ、この辺はカメラマンのジェシーという人とコラボだったり、基本的に日本で作ってて、黄金の帽子の糸を使ってるんで結構臭くなりづらい。あとこだわってるといったらこういう折り返した時に、うちのブランドの、まあ、このネームが見えたりとか、まあ、日本人普通脱ぐ文化なんで脱いだ時に足の甲だったり足の裏にデザインが施されているのを意識して作っています。パラノイドのプロデューサーをやっているシンゴって言います。パラノイドのディレクションをやっている山木です。全部一応アーカイブの商品を持ってきてて、 SS で出したものとそれより前のアーカイブを出してて、これがまあ、サイコさんってデザイナーさんとコラボした T シャツなんですけど、まあ、自分自身を表してもらった物体で、これが、まあ、自分を愛そうっていうテーマで SS 作って、なのでちょっと今この T シャツが結構いいかなと思います。こちらが一応シャツになるんですけど、ちょっとテック寄りのカジュアルなパーティーとかに着ていけるようなシャツを作りたくて、なかなかないようなこのフリースとかについてるようなこのポケットとかちょっとテックの要素も入れつつ、生地も結構ナイロン味があってすごいおすすめです。こんにちは。こんにちは。トモス PR のトミーです。よろしくお願いします。今回このエアフォースワンの40周年記念ということで特集がこの本に組まれていまして、それを今回記念してという形でこういうエアフォースを展示するイベントになっています。多分なかなかこの量が実際に手に取れたりとか目にできる機会っていうのがあまりないとは思うので、まあぜひこの機会に皆さんにこれだけあるのでぜひ見てほしいなと思ってます。以上こちらのイベントのリポートとなります。もしよろしければチャンネル登録の方と高評価の方よろしくお願いいたします。